ただいまより令和3年度第59回岐阜聖徳学園高等学校入学式を挙行いたします。309名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。本校ではあらゆる活動の中に平等、寛容、利他の精神が流れています。新入生の皆さんにはこのような校風の中で仲間と共に自分を磨いてほしいと思います。本校は皆さんが入学してよかったと誇りを持てる魅力ある高校づくりに連れてまいります。健康に十分留意され、自分を信じて目標の実現に向かって邁進し、有意義な高校生活を送られることを心より念じ告知といたします。誰でも時には悩むこともあるでしょう。そんな時は一人で抱え込まず、周りの人に頼ってください。だからこそ自分に自信を持ち、失敗を恐れず、いろいろなことに挑戦していきましょう。先生、私たちは本日より岐阜聖徳学園高等学校の生徒として学則をよく守り、勉学に努め、合わせて善良な校風を育てるよう努力します。一同合唱、礼拝。1年商業科1組学級担任の田中雅樹です。最初はね、大変緊張して、本校に来たと思うんですが、クラスでは、たくさんの笑顔で私に話しかけてきてくれたり、とにかく明るい生徒が多いなというのが、第一印象でした。岐阜聖徳学園に入って本当に良かったなと思ってもらえるよう、とにかく楽しい3年間にしてもらいたいと思います。1年普通科8組の担任をします中島かな子です。挨拶もちゃんとしてくれるし、私の質問に対してすごく反応をしてくれるので、すごくしっかりしている子が多いなという印象です。これから1年間いろんなことがあると思いますが、どんなことがあっても私含めクラスのみんなで頑張って一緒に乗り越えていきましょう。